はいゲームコレクターの酒缶ですチャンネル登録よろしくお願いしますえー、今回もね任天堂のファミコン40周年のサイトの中でファミコン国民投票が行われたのでまずは、えー、第39回シミュレーションゲームといえばこれがね発表されたので、えー、これの結果を お話しした後で、今週のテーマとして新しく出ている、ストーリーが良かったといえば、についてちょっと話していこうかと思います。ということで、今回も、まずは、えー、シミュレーションゲームといえば、ということで、割とベタだった、あ、これがね、第39回シミュレーションゲームといえば、えー、集計期間が2024年の4月11日から4月17日に行われたんですけども、これがですね、まあ、 ベタなんですよ。<laughs> まあ、ジャンルものって言えばね、基本的に、あのー、ベタなんですよ。<laughs> まあ、そのジャンルのゲームが、大体人気のあったもの、売れたものっていうか、まあ、みんな知名度が高いものが上に来るっていう感じで、今回もね、1位はね、ファミコンウォーズ。はい。まあ、ニンテンドーのシミュレーションゲーム。といえば、ファミコンウォーズ。まあ、これ CM 当時やってたしね。 まあそういう意味では結構刺さる人が、プレイしてなくても刺さる人が多いっていうタイトルかと思います。これがね、22.6%かなということで、まあ、ダントツ。 というわけでもないのが2位を見てから。で、2位が、えっ、ー、と、ファイアーエムブレム、暗黒竜と光の剣。こちらがね、22.1%なので、この2本なんだよね、やっぱり。だからシミュレーションゲームとシミュレーション RPG、もしくはロールプレイングシミュレーションと。<laughs> まあちょっとね、これは難しいんだけど、シミュレーションなんですよね、一応。 ということでこの2本で、まあ、44.7%いったということでまああのまああとはえー、っとまあ展開的にはねあのベタなものが続きますという感じですまだまだベタなんだよな、えー、3位がね信長の野望全国版だからここら辺の方がねまあここら辺もね知名度はあるんだけどもちょっと信長がこう 何タイトルもはみ込んでてるから、ちょっと分散しちゃったこともあって、全国版が8.7%。まあでも、ここまででもう50%超えなんですよ。で、4位が、えー、ガチャポン戦士2カプセル戦記個人的には SD ガンダムワールド入れたいんだけど、タイトル的にはなんかここだとガチャポン戦士2、えー、カプセル戦記となっていますね。これが5%。で、えーと、次、5位が。 えー、キング・オブ・キングス。まあ、なバンダイときたらナムコみたいな。あ、でも違うか。これバンダイじゃなかったさっきのは。発売元が新鋭工業、新製工業ね、えー。で、バンダイ。発売、販売元がバンダイだったんだけど、まあいいや。で、ナムコのキングス、キング・オブ・キングス。まあ、このか形のシミュレーションだとね、三国志とか、あのー、 独断マサムネとかの方がメジャーかと思ったけどここに一点集中きた感じかな3.8%で続いて光栄の三国志はい <laughs> まあこれもベタですよねまあ1と2があるけども三国志の方が来ましたこれ3.1%で7位が、えー、ガチャポン SD ガンダムあ違うねガチャポン戦士スクランブルウォーズってなってますねこれ SD ガチャ、SD、ガチャポンワールドってここ書いてあるここが ないんですね。まあいいや。<laughs> はい。まあ一作目の方が僕はメジャーかと思ったけど、やっぱディスクよりカセットの方がね、皆さん遊んだ人も多いのかなっていうような順位の流れにはなってたかなというところで、これが2.8%かな。はい。で、えー、っと、8位が、えー、第二次スーパーロボット対戦。この頃がね、まだ あの、一作目がゲームボーイで、二作目が、ね、ファミコンとか、そういうよくわかんない流れの時代ですね。はい。えっ、ー、と、2.6%。で、えっ、ー、と、9位がファイアーエンブレムガイデン。まあ、ファイアーエンブレムのね、あの、本編っていうか、まあ、あれが本編でこれがガイデンかっていうと、ちょっとまた違うんだけど、まあ、こっちはこっちでね、ちょっと要素も違うし、こっちの方が僕個人的には遊びやすいと思うんだけど、シミュレーション、 というかこうストーリーに沿って進行するっていうニュアンスでいくとあっちなのかなっていうこっちはねあのマップを進めるとストーリーが進むんだけど前のマップに戻ってこう攻略したりできるような感じの作りなんでまあ、うん、こっちの方が遊びやすいと思いますよ個人的にははいまあいいやこれ2% <laughs> で10位がえー、独断流正宗はいということでねまあ結構 この手のの手ナムコさんのタイトルもガンガンン入ってきますねこれ1.9%もう1個10位があるのですが、えー、とベストプレープロ野球割とこうねあの野球ゲームも忘れられてなかったというところで1.9%で12位、えー、半熟ヒーローまあスクエアさんでシミュレーションっていうと当時だとそんなになかったかなってところですねはい。 で、えー、13位が、えー、三国志 <laughs> まあ分散してんだよ。まあ確かに、こう、1と2どっちって言ったら、プレイ経験的に言うと、やっぱ2の方が遊びやすくなってると思うんで、なんだけども、いやー、なんかやっぱた、こういう時のランキングだと1の方が強いんだよなって話です。1.3%。で、えー、14位が、えー、三国志、えー、中元の覇者。 あれここサブトここ、あここにちょっとちっく乗ってんのか。まあまあこんな感じで中堅の発射。まあ、こっちのこ三国志もね、そこそこ、やっぱ当時としては、やっぱ知名度ありましたからね。で、15位、あ、1.2%。で、15位が信長の野望、武将封録。これが1.2%。で、さらに16位に信長の野望、 戦国軍優殿。<laughs> 1%。まあ、こつち並んでるのね。はい。まあ、とにかく、信長3本出てるの全部入りました。で、17位、えっ、ー、と、ガチャポン戦士3、英雄戦記ということで、ガチャポン戦士はやっぱね、2が強くて3ってこう落ちてくるんですね。はい。 これが0.9%。で、18位が大怪獣デブラス。まあ、前回僕もね、これ入ってくるか微妙だけど、なんかおすすめしてみたら入ってきた。良かったけど、0.7%。で、19位が、まあ野球が入るなら、まあこっちもだろう。っていうか、こっちのは知名度ね。あの、後々の知名度はこっちが高いんだけど、ベスト競馬バー、ダービースタリオン。これももう一個あるんだけど、そっちじゃなくてこっちが入ってきたと。で、20位が、 えー、ガチャポン戦士4、ニュータイプストーリーということで、まあ、SD ガンダム、えー、ガチャポン戦士シリーズは、カセットの2、3、4って順番が <laughs>、ね、知名度順みたいな、こう、あるんだけども、で、途中でこう、一作目が入ってくるみたいなね、ところで、割とこう、なんだろうなまだいっぱいあるんですよ、いろんなゲーム、シミュレーション系のゲーム。ある、あるんだけど、やっぱりこう、シリーズが、 どっさりこう入ってくるようなね、感じにランクになっていました。まあ、なんだそこら辺がキュッと集まるともっとこうね、塊のあるね、上位がもっと高いランキングになったのかなって気がするけどまあともかくね、まあ、そんな感じなのかな。やっぱ一切単発のね、ゲームとかはなかなか知名度上がらなくてこういうとこ入ってこないのかなというのを思った次第だったりします。はい。ということで。 えとここからは、えー、とストーリーが良かったといえばですね。でこれに関して言うとやっぱりね今時のっていうかまあ数ハミ以降の、ね、サウンドノベルとかまあデジコミ系のものとかボイスを多用してる今時のゲームの場合こうストーリーをがっつり見せるアニメーション見せるとかねあるとストーリーっていうところがね良かったっていうのがもうそのまま 映画を見ての良かったみたいなのに直結するんだけど、やっぱゲームにおいてのストーリーってね、プレイヤーのプレイ次第なんですよ。<laughs> はい。なので、なんか本筋でストーリー良かったとかね、売らせて良かったとか言ってもわからないので、あの、結構正直言ってね、あの、有名タイトルが普通に入ってくると思います。例えばね、えー、っと、 マザーとかね。まあ思い出ある人いっぱいいるでしょう。だからマザーのストーリーが良かったかっていうと、そうでもない気もするんだけど、やっぱマザーはね、入ってくると思います。さらになんかドラクエとかね、やっぱ入ってくるとは思うんだけど、ドラクエに関して言うと、やっぱりね、こう、なんかこう、3とかね、一応ワン、ツー全部こう閉じる感じの3とか、まあもしくはこの揃っていく方みたいなね、 こ,うこの2作の方に集中するのかなという気がします。さらにファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーも3作出てるんだけど、まあ、厳密的には 4, 4パッケージ出てるんだけど、まあやっぱりね、1よりは2とか3かな、ストーリーっていうニュアンスでいくと。1はね、どうしてもこうキャラクターがね、あのプレイヤーが選んだ職業キャラクターやってるから、あんまりストーリーってところで感じるところは少ないと思うんで、やっぱこの2つ。まあね あととアドベンチャーゲームっていう切り口でいくとそれこそねこうしらみつぶし的にこう攻略してきたりしててあんまりねこうストーリーが良かったって多分ねこれちょっと今ここに用意してないんだけどあのファミコン探偵クラブとかファミコン昔話、えー、新鬼ヶ島とかえー、っとあとなんだろうな えー、オホーツクに来るとか、なんかその辺がね、こう入りそうな気がするんだけど、個人的にね、まあ、まあ入る、入れば入ったでいいんだけど、ストーリーっていうニュアンス、そっちじゃない気がするんだよね。かといってアドベンチャーゲームもこう難易度上げた時代になると、こうしらみつぶしにやると、ハマってゲームオーバーになるとか、なんかね、いろいろそういうふうな仕組みになっていく方向性のものも、ちょっと、こうストーリーとして思い入れ、こうね、持ちにくい部分があるんで、こ あの、アドベンチャーゲームとかファミコンコーチのね、ある程度コマンドがこう限られて、しらみつぶしをするにしてもコマンドが限られてって、ある程度こう、なんかこんな中ならこのコマンドじゃないって感じでいけるようになったあたりのゲームの方が、こうすんなりとこうストーリーが入りやすかったという意味では、やっぱね、メタルスレーダーグローリーとか、あとこの、 探偵神宮寺三郎の横浜港じゃなくて、この土地のすりゆくままにとか、このあたりの方が、こう、プレイヤーの遊び方以下をも問わず、割とこう、終盤とかの話とかも、こう、流れに沿って、こう、感動できる。自分でプレイしながらも、こう、 ある程度、こう、落ち着いていくような感じになっていくんじゃないのかな、という感じがしました。結構ねし、ま、しらみつぶし系のやつっていうのは、自分でこれをやった後にこれを選んでってやらないと、こう、ごっちゃごちゃになるんですよね、ストーリーが。で、で、あと、ストーリーといえば、もう一つ切り口があって、こっからがね、あの、僕なりの解釈なんですけど、ストーリーが良かったといえば、だから、ストーリーを探すわけですよ。<laughs> 何っていうと、 まああのデジタルデビルストーリー女神転生 <laughs> お及びデジタルデビルストーリー女神転生2ですね。これ物語って書いてストーリーって読むんですけども、だからこの2作はストーリーが良かったと言えばね、あの当てはまるんですよ。デジタルデビルストーリーが良かったと言えばみたいな感じでこうね、スッと入ってくると思うんですよ。 まあ、で、物語っていうのも大抵ね、あの、こういう感じでアップルタン物語みたいな、ね、こういう物語って読んじゃうものじゃなくて、やっぱりこのデジタルデビルストーリー。でこちらの方がこう、入ってくるといいんじゃないかなーっていうのと同時に、さっきのランキングにも入ってた、この SD ガンダムガチャポン戦士4ニュータイプストーリー。これもね、思いっきりストーリーなんでね。えー ガチャポン戦士4、ニュータイプストーリーが良かったといえばのランキング。 ダントツトップだと思うんで。まあ、こういう方向性のね、えっ、ー、と、ストーリーが良かったゲームっていうのも、ま、いろいろランクインしてくると楽しいんじゃないのかなと思った次第です。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームあったら、あ、やった方がいいよ。こんなゲーム、こんな企画やった方がいいよってアイデアがある方は、ぜひコメントください。あと、動画の拡散、SNS の動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。